始まりました、スマブラハウス。はい、 MC を務めさせていただきます、ジャパニーズ小池です。よろしくお願いします。はい、本日もですね、ソーシャルディスタンスを守りまして、このようにゲーミングスタジオから配信撮影をしております。さあ今日はですね、異色のメンバーに集まってもらいました。まずね、自己紹介していただきましょう。お願いします。パンダグローバル所属のプリンスです。よろしくお願いします。はい、プリンスさんよろしくお願いします。はじめましてですね。はじめましてですね。完全に初めましてですね。よろしくお願いします。なんかここのスタジオ来る前に、はい、場所が分かんなくて、そうですね、なんかピンポンでやったらね、おばちゃん出てきて本当にびっくりして、隣のビルに行ってたんですよね。そういうスタジオって思って、それ結構テレビの音大きくて、はいはい、なんかやってんのかなと思って、あ、もうね全然違くてちょっと焦りましたけど、すいません、ありがとうございます。今日は、そしてもう一方、自己紹介お願いします。オープンレックから来ました、ウサギマンズコング2層です。違うのよ、違うのよ、違うのよ、違う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 、なんかおかしい使いのものだから、うん、オープンレックだし、プレイステーションだしで、はい、西澤ね、そうですね、はい、はい、今回ね、西澤さんにもお越しいただきまして、はい、さらにもう一方お呼びしております、はい、準レギュラーの紹介です、どうぞ。そうです、準レギュラーになりました、カメメです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。準レギュラーになったって言っちゃうと、もうちょっといろんなところから怒られるから、そうですね、俺だけが言ってないと多分まずいな。なるほどですね。さあ、今回ですね、うん、このメンバーで、はい、まあ、何をしましょうと、なんでこのメンバーなのと、うん、確かにそうですよ、うん、いうところがあるんですけれども、先日ちょっと放送中に僕がですね、突発的にこんなことやりたいなでちょっと言ってしまって、それが本当に企画になってしまったんですけれども、スマブラハウスのコンボコンテストを、やりますということで、はい、今日はですね、その、まあ、スマハコンボコンテストでこういろんな投稿してもらった中から、優秀賞と最優秀賞、なるほど、うん、並びに皆さんの個人賞をちょっと決めたいなと思いましてお呼びしました。いや、 やっぱコンボコンテストって言ったらね、もうプリンスでしょ。あ、まあ一応多少はねコンボできるんで。多少じゃないですよ、ままあ、3連覇したことはありますけども、はい、そうなんですよ、これが、まあ、あの企画として上がります。あの皆さん投稿してくださいの2時間後に、うん、プリンスさんから、まあ、4つぐらいツイッター上に投稿されちゃって、まあまあまあ、ちょっと嵐みたいになってますね。すごい迷ったけど上げたってしょうがなくて、でもうその4つ出ちゃったら、はい、もうなんか終わっちゃうんですよ。いや、あれもう審査対象外でいいんで。そう、だから僕もスタッフも頭抱えてどうしようと、これ1位に決まっちゃったじゃないかみたいになっちゃったから、いや逆に審査員としてプリンスさんにお越しいただけないかなと。はいはいはい、はい、でもやりたかったんで、ずっと審査員側を。いや、めっちゃ嬉しいです。まあちょっとね、3連覇したらもうレジェンドよね、うん、もうね、うん、出なくていいかなっていう。ちょっとあるで、まあ、西さんも西澤さんも、うん、まあ、プリンスさんとの、まあ、64時代からの、うん、はい、もうそう、もう本名知ってるからこれ。いや、そうだね、なんかその話聞いたな、さっき小池さんから聞いたの、俺覚えてるもん。ああ、受賞みたいな。実家の猫とも会ってるし、俺。あ、まあまあね、そうだね、うち来たことあるからね。はいはい、懐かしい、懐かしいな。で、あんまり本名をパナスにやめてほしい。いや、そうなんですよ、僕がその、うん、あんまりにもこうコンボっていうのに疎くて、はい、どれを見てもいや、すげえで終わっちゃうんですよ。なるほど。で、西さんに、まあ、普段いつもこう一緒に活動してるんで、うん、どういうのがすごいのかとか、はい、何をこう見てるかっていうのを教えてもらったんですよ。はいはい、ああ、なるほどね。はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ。なので今回は、まあ、審査員側として西田さんにも来ていただいてと、なるほど、いうところと、現、SP の、そうですね、はい、まあ、ガチ勢に来ていただいてと、はい、もう、はい、あらゆる方面からの、はいはいはい、確かに、でちょっと点数というか、うん、こう選定していきたいなと思っておりますので、はい、だからあの64勢と、はい、多分 SP 勢は、はい、コンボのこの見方違うと思うんだよね。まあ絶対違う、全然違うと思う、うん、ね、どこを見るか違うと思う。そのなんだろうな、美しさとか、はい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 、なんかそういう
なんていうのかな、まあ、SP でいうとベクトル変更とかもあるだろう、はい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 、そういうの度外視するのかとか、はい、確かに、はい、そういうのもね、いろいろあるよね、うん、そうだね、なるほど、じゃあそこでこう意見が分かれることもあるわけですね、まあ、あるんじゃない、やっぱり、まあ、によってはあると思います、うんうん、そうなんだ、まあ、それも加味しますし、うん、今回はもうアイテムもあり、あ、いいね、はい、なんでもね、で、ステージギミックもあり、うん、なんなら自分で作成したステージでも、なるほどね、はい、うんうん、はい、もう何でもありです本当に、うん、というので、皆さんに、こう応募していただいておりまして、まあ、その中から、まあ、よりすぐりのものを私たちがこうすでに選定してあります、うん、もう入選した賞ものをありますので、なるほどね、はい、じゃあ入選から選ぶっていう形で、さらに、はいはい、入選から、プリンス三賞、西沢学園賞、カメメ賞、ジャパコ賞、それから、最優秀賞と優秀賞を決めたいなと思っております。いい、ね、じゃあ早速、見ていきますか。見ていきましょう。はい、はい、ということで、まず、こちらを見ていただきたいなと思います。わさびさんのウルフの、ウルフしか書いてないんですけれども、こちらですね、ちょっともう一回、これはホームランバットと、あれですね、これ相手に分かんないけど、これめっちゃかっこいいじゃん、これも優勝だよ、早っ早っもうやってないですか、これ優勝じゃないもん、早っって、まあスピーディーでいい、うん、ああなるほどなるほど、優勝は、うん、止まってないし、難易度的にはどうなの SP、自分がその、ホームランバットの落とし落としのあれのやり方が分かんないんで、うん、相当多分難しいと思うんですよね、あの、そんな難しいんだ、入力としては多分難しいと思うんですよ、はい、結構難しいプレイ、そうなんか、つかみでアイテムをキャッチすると一応その硬直回避とか出ずにもう一回アイテムを取れるんで、はい、それで多分やってるとは思うんですけど、はいはいはい、やり方的には、あ、でもジャストで取らないと回避とか出ちゃ う, そ, う、ね、そのアイテムと重なった状態でつかみにボタンを押さないと取れないんで、うん、なるほどね、なるほど、まあ、難易度は高いと思われます。じゃあ見た目のこの速さとか以上に結構し、ね、渋い渋いコンボしてる、渋いコンボ、なんかもうだからそういうのが分かんないから、まあ、もう見た目だけで判断みたいな、横 B で激痛だわすげーって思っちゃってるんですよ僕は。まあでもそういう評価でも全然いいと思いますけどね。あ、はい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 、はい、分かりました、わさびさんどうもありがとうございます。はい、あ、待って、ちょっとこれドンキーで、ね、ドンキーやられてるか、僕もされてるけど、一回見てて、一回見てて、これボールぶん投げてる、ボールをただ投げるだけ、投げる、これドンキーじゃないと入んないんじゃないのこれ。なんかな、ただ見てください、これ俺プラスですよ、めんどくさくなったからもうこれで、まあ、ちょっと好きかも、本当に、うん、本当に誰でもできます、本当にアイテム出して投げるだけなんで、これいいね、なかなかいいですよね、うん、これはいい、これいいですよね、面白い方面でいいですよ。そうか、西さんはドンキーだし、使ってるキャラとかにも64SP はちょっと分かんないけど、64のドンキーってほぼコンボないんだよね、はい、うん、え、ちょっと待って、これなんですか、これ何、これ何、これ何、あ、これね、あの、はい、魔王提督さんってあのホームランコンテンツの有名な人で、そうですね、動画をよく使ってすごい飛ばしてるんですけど、何これ、何これ、これが分かんないですよ、僕やり方が、どうやってんのこれ、分かんない、分からない、冬で、はいはいはい、そのアイテムを Z で落とすテクニックがあって、そこから即拾ってもう一回落としてみたいなのを、冬と着地の前に、そう、多分そうだと思うんですよ、当てて、またそれ繰り返すだと思うんですけど、そんなこんな600とかまで溜まってたけど、溜まるもんな、まあ、あの株があるんですけど、ピーチって技で、うん、あれが顔によってダメージが変わるんですよ、うん、で、ババ株っていうのが本当にダメージ高くて、うん、それで今やってるんですよ、ね、はいはいはい、そうね、ババ株持ってたから、うん、ただ人間ができるのかなっていう、うん、あ、なるほどね、本当にそんぐらいの操作精度というか、もう提督さんって一人で2つの、あの2つ操作してホームランコンテストやってるからね、そうなんですか、プリンスみたいなことしてんじゃん、そうそうそう、いやいや、やってるんかよ、やってないか、いや、足でできるコンボやって、え、手と足でコンボとかやったことはあるんで、なんすかそれ、片手で勝てるんじゃない、あ、勝てる、多分勝てると、あの64流行ったのよ、64で片手でスマブラするんだ、いやいや、もう流行らさないでそんなに、多分勝てると思う、え、すごっ、まあ、提督さんも2つできちゃうぐらいの、そうですね、精度が本当にすごい、いや、すごい、本当にこの方はすごいです、僕も何度か動画見たことあるんで、本当にすごいです、すげーな、でも優勝でいいんじゃないじゃん、まだまだ、まあ、いろんな評価の仕方が、まあまあまあ、どんどん見ていきましょう、
ちぃさん。あ、すごいいいね数。4500。4000ってすごくない？すごい、すごい、めちゃくちゃすごい。この方は普通にガチ勢の方で。ああ、なるほどね。そうなんですよ、九州勢で大会とかよく出てて普通に強い方なんですよ。いや、これマジで繋がる？いや、繋がると思います。もしかしたら抜けれるかもしれないですけど。めちゃくちゃ鬼ずらしすれば。だからベクトル変更だよね。はい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 。あと細かいこと言っちゃうと、その台から落下したところで受け身が一応取れるんですよね。一応は取れるんですよ。でも難しい、難しい、反応しないといけない。実戦で確かに使えそうなパーツ見ればっていうのと、うん、アップデートで追加されたばっかのステージなんですよね、ここ。あ、そうか、小戦場。小戦、そうなんですよ。それ地位戦場。なるほど。そう、それ地位戦場で。なるほど、なるほど。あ、新しいステージですぐ見つけて、これだっつって投稿していく。いいね、あ、なるほどね。なんですね、うん、ポイント高いな、それ。ちょっと高いですよね。うん、あと、いいねが4500ってところもポイント高いです。そうです。ベヨネッタ多いっすよね、僕も見てましたけどね。うん、コンセプトがコンボキャラっていうのもあって、はい、そっか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 、またドンキー、またドンキーだよ。やっぱね、やられ役なんだよな、結局。的になりやすい。うん、でけえから。うん、あ、モーション仕掛けてる。お、マスターボール、何が出てくるんだ。あ、いいね、アイテムいっぱい使って。うん、あ、プリンスっぽいくない？なんかこのアイテムいっぱい先に。アルセウスは？アルセウスは、空中にいる相手がメテオになるっていう効果ですね。なんで落とし穴の種で落としてセンサー爆弾で起動してって画面外でメテオで落とすっていう感じ。だからこれアルセウスじゃないと決まってないっていうね。へ、ね、おしゃれだな。でもこれベヨネッタじゃなきゃダメだった。いや、ベヨじゃなくていいっす。あ、でももっとベヨだからこそって感じのコンボ作ってみたいな。いいな、ポケモン使うの結構評価高いかも。ああ、なるほどなるほど、いいですね。タイミング合わせるのとか結構難しいと思う。そうそうですね。そっか、出てきてからその技を出すまでっていうのがあるんで。なるほどなるほどなるほど。あ、テリーちょっと見たさ。あ、テリー見たい。ね、はいはい、しかもスマッシュボール使ってますね。はい。かっこよさを求めてる。うん、あ、いいね。回り込んで。おっしゃ。おいい。あ、かっこいい。あ、おしゃだね。おしゃですね。おしゃっすね。なんかスタイリッシュっていうか、いいな。ゆうたさん。キャラがかっこいいんですよ、テリー。そうか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 。ずるいっすよね、これ。ずるい。すごい。かっこよさを求めて。これ、今設置する位置とかももう、すごく大切なわけですよね。まあ、そうですね。もちろん、試行錯誤してるんだ。そうですね。往復するのいいな。っていうのと、ああ、なるほど。あれなんですよね、スピリッツつけてるんですよね。あ、そうなの。そうなんですよ。これ、脱出するときに、攻撃判定が出るっていうスピリッツをつけて、多分最初見ればわかるんですけど、この設置した後に脱出の時の攻撃、今のなんかこれね、そう、今のがスピリッツの効果でっていうのもあって、いろいろ活用してるなって。なるほどね、スピリッツもありだったね、うん、そうだそうだ、それさっき言い忘れたけど、なるほど。ゆうたさん、どうもありがとうございます。ヨハンさん、ありがとうございます。あ、684、すごい、すごいすごい。クリュウ、エンテイ、エンテイ、エンテイ、あ、ポケモンエンテイ、うん、じゃない。おぉ、あ、すごいですよ。あ、好き、あ、いいね、めっちゃ好き、あ、いいね、しかも最後まだ、あ、すごい、全然また、あ、スクリーム、好き、好きだ、これは伸びますわ、確かに。好きポケモン運ぶところが、確かに箱に乗せて投げた、すげえこれ面白い、そう、面白いですね。うん、いろんなことやってくれるんですね。すごいですね。スクリューどこで使ったの？スクリュー最後のツインところ、あれがこんなの、あのキラーで、キラーで追いつくのいいね。追いつくめっちゃいい。なかなかその発想出ないから、当てずに追いかけるだけっていう。すごい、いや、面白い、めっちゃ面白い、うん、プリンスさんにその発想なかなか出てこないな。が、いや、もうやっぱ SP アイテムいっぱいあるから、そうだね、使い方し、そう、分かってないんで、こういうので発見できるっていうか。はい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 、はい、アイクラ、アイクラはもうコンボキャラだから。本当です ね、 ですね、可能性無限大釣るよ。そうですね、うん、あのスターのやつ多いよね。多いですね、まあ、使いやすいす、使いやすいですね、うん、あの箱関係ない。おお、飛んでって、おお、いいね、これいいわ、箱乗って、ね、すごい、飛ばして追いついてっていう、楽しい、
プリン。プリン。あ、有香さんも有名な方ですね。あ、プリンみたいに。100超えてる。いいね。ガノンじゃねえか。やられてる。まあ、これはマイナスポイントですよ。8、いいな。8? 結構珍しい。8か。あ、眠りはね。ああ、なるほど。うわ、すごっ。ダウン。ああ、なるほどね。眠り2回使うのは確かにすごい。ああ、そうなんですね。バトスキーが多い技を使うのはすごい。そうか、そうか、そうか。なるほどなって感じですね。なるほど。うん、8が良かったですね。8は何が左右してました？ごめんなさい、僕分かんないですけど。眠るで後スキーが出るじゃないですか。でも8って攻撃した方が、攻撃したらそう食らっちゃうから、その後隙を蜂でカバーしてるっていう、そう今の部分で攻撃してるんですよ、蜂で、はい、っていうのでキャンセルして、その後にもう一回また蜂が、そう、後隙を打った後隙か、なるほど、後隙を蜂でキャンセルして、これいいね、いいっすね、おしゃれですね、うん、あ、直取りか、直取り、懐かしいですね。へ、上撃死するんですね。え、六四スマなめんな以外に直撮りで動画上げる人まだいる？いや、まあまあまあ、確かにずっとデジカメだったけど、コンボ動画そうなんですね。そうそう、え、知らない六四スマなめんな。いや、あっという間にサイトがあったんだけど。なんすかそれ。知らないプリンスが運営してた六四スマなめんな。もう結構みんなね、六四勢は全員見に来てる。それがもうバイブルだったのよ。うん、なんすか、その掲示板かなんかですか。まあ動画サイ、まあなんかサイトよね。六四スマブラのなんか攻略サイトじゃないけど。そう、小ネタ集とか、まあ、テクニック集とかいろいろコンボも上げてたんですけど。それをプリンスさんがやられてたんですか、運営されてて。で、まあデジカメしかなかったんで、しかもなんかブラウン管だから、あの線が出る、線が入るね、クソ邪魔こういうのやつ、そう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 。でもそれをみんな見てやってたから、うん、64スマブラ最初はね、へぇ、青森いた時見てたし、すげぇ、学生の頃、うん、そうはね、みんな来てたね。だからもう直撮りってだけでポイント高いですから、これもうそうだね、やっぱやる気勢だから、やる気勢、もうやる気勢、マジで、うん、どうしても投稿したいで来てくれてますから、ありがとうございます。あ、それ多いですね。あ、でかっ、すごいすごい、でかいよ、あ、これ、あ、ポケチェンして、はい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 、おお、踏んでからポケチェンでそう、これ、見たんですよ、実は僕、あ、はいはいはい、はい、お家の方で、へえーと思って、おお、実践だな、実践だと思います。いや、すごい、おお、最後パルテナは どういう状況なんですか。これってカウンターなんですよね、うん、なんで相手が攻撃してくると、まあ、そのまま跳ね返せるんですけど、それを読んでスマッシュをホールドしてるんですよ。ちゃんと見てるというか、あ、勇者1コンボ、1コンボ、コンボっていうのか、それはコンボなの、え、何するんだろう、欲しい、バイシーとかなんかかな、貯める、え、あ、いろいろ選んでるの、なるほど、今呪文厳選、欲しい、欲しいのを選んでるの、うん、出てから撮影で、確かに下りをちょっと超えて控えてほしい。あ、でもなんかバイキルトとかしたかった。そう、バイキルト貯めるっすね。あ、なるほど。おー、でかでか。はいはい。これなんすか？あ、で、パワーアップするやつ。あ、パワーアップするやつですね。なるほど。おー。え、990くの ?1476。やばっ。あ、しかもあれかな、会心出たとか。そう、会心ですね。あ、すごいすごい。じゃあ何回もやり直したの。すごい。1400いくの？1400? すごいですね。いや、これすごい。すごいですね。ちょっとこの前置きがなかったんですけど。多分ずーっと撮ってたんだろうね。配信出ねえな、はい、思ってるよりこれ録画するのに時間かかってる。そうですね、かなりかかる、うん、え、すごい、一撃のダメージ最大じゃないですか。そうっすね、すごいな、すごい、あ、待ってください、はい、はい、これクソ笑いました、僕はい、これクソ笑いました。即死コンボだけど他にもいっぱいあるんでね、ちょっとこれを参考にしていただきます。横必殺した強体当たり横スマっていう感じでやってください。だいたい確定します的な。これ一時期話題になって、話題になりました、話題になって、はい、めちゃくちゃ笑った、これ、これ好きですね、これいいですよね、うん、そんなもやっぱ分かんないわ、一人で、俺全部見てるんですよ、はいはいはい、全部見てるけど、もう何だ、はいはい、あ、ガノン来た、ガノン来た、はい、もうプリンスさんもガノン来た、ガノン来た、ありがとうございます、すいません、楽しみなあ、ポケモン、あ、ポケモン、あ、みたい、うわ、逆、あー、なるほどね、あー、逆にやるんですね、何が、これもう終わってる、だからこれ逆は操作も逆になるんだよね、そうそう、操作になるから、なるほどね、単純に逆にするだけでね、うん、難易度が上がってるっていう感じで、かなりむずいと思う、ちょっとなんかやってるしね、相手に立つ、これはそうですね、巨頭ですね、
投げると吹っ飛ばないんですけどダメージめっちゃ高いっていうアイテムで、でダメージした投げかなんかで稼いでって最後飛ばしてデオキッスに当てるっていう。うん、レントさんありがとうございます、素敵。あ、小池さんならっていう、なんか、なるほど、レントさんね。レントさんガノン、やっぱひいきしますよガノンは、申し訳ないですけど。まあでも小池三将はいいんじゃないですか。そうですね、もしかしたらガノン入るかもしれない。ああ、はい、ウエスマの方が好きなんですか。僕、横島です。あ、じゃあ、じゃあちょっと限定そうですまたドンキーがいじめられてる。そうなんだ、ミスさんのドンキーが。あららら、ドンキーのまだ1回も見てないんだけど。あ、本当ですね。ドンキー側がないね。あ、難しいからな、ドンキーは。うーん、今の方も有名ですね、ホックスの方。ホックス、ほうほう、普通にガチで、うん、スワメイトとか強いかと。実戦のコンボ、そうですね。あ、はい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 、あで踏んだのかな。あ、なるほどね。なるほどですね、気持ちいい。おっと、なんか気になるのがあるな。あれ、したよ、気になるの出ちゃいましたね。ちょっと待って、プリンスの見せてよ。いやもう、いやびっくりですよ。じゃプリンス、ちなみにこの、え、何個かあげたんでしょう。一番のお気に入りは、あれ、ファルコンかな。ファルコンがバージョンをしたの。これはもうちょっとね、完璧に、まあ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 、いや、すごい。自爆落としてキャッチして、ホームラン。いやすげえ、すごいよ。やっぱフィニッシュがね、大事っていうのがね。なるほど。やっぱフィニッシュ大事だ。俺もフィニッシュかなり大事に見てるわ。気になるのあるわ。フィニッシュやっぱ、そうなんですね。そうですね。やっぱ派手さ大事なんだ。はい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 。いや、これすごかった。相手めっちゃ使うやつ。いや、すごいよこれ、マジ。いや、マジでこれ地味にむずくて。いや、地味じゃないですか。ちょっとでも位置ずれるとバンパーにファルコンが当たっちゃって結構難しいんですよ。へぇ、うん、すげえ。これ見てすぐ俺スタッフに LINE したのどうするこれ、ここ優勝しちゃうじゃんっつって。いやいやいや、終わっちゃったって。あー、なるほどね。まあ上に上がるとこね。そうそう、本当にあとちょっと左行くとスターに入っちゃうし、うんうん、すごいギリギリ通らない。そうそう、あ、地味にその魔球がやっぱりどっちから来るか分かんないんで、ちょっとやりなさない。いや、かっこいい。あとちょっとでも早く当てると、あ、逆か、遅く当てるとズームがかからなくなって、うん、普通に倒しちゃうんで、はいはいはい、ディレイをちょっとかけなきゃいけないっていう。へぇ、こんな感じで動画上げた人のこの解説あるとまた見え方違うかも。そうですね、そうですね。そもそもですけど、発想、あ、これとこれとこれでこんな感じになるみたいのでやるんですか、プリンスさんとか。まあまあ皆さんもそうなんですけど。いや、自分の場合はまず何を使いたいか一つ決めて、それに向かって近づけていくというか、ね、詰めていく感じ、うん、あ、そういうもんなんですね。お、あ、あ、じゃあ、なんて、200すごい。いや、すごいですね。オスター。おお、すげえ。なるほど。綺麗。いいな。これいいっすね。うん。あ、いいじゃん、ほら、消火栓を使いたいという気持ちから。うん。こういうの大事だよね。そうだね。そっか、うん、これを使いたいで探していくんですね、いろいろ。多分同じような。はあ、使うのはいいっすね。うん。いい、追いかけて、いや、すごいですね。あれであんな飛ばすんだ、すごい。あ、僕これすごいなと思いました、これマジで。気になるコンボが出てきましたけど。覚えてるんですか。いや、覚えてないですいや、マジでどういうことと思ってたんで。これ海外のコンボコンテストのオンラインのやつだって、はい、それ用に作ったやつ。多分早すぎて分かんない。おい、すげえ。結構肉霊で、え、一緒に入って最後ドロップで待ち構えてる。うわ、やっぱ、あー、なるほど、すげえな。初見じゃ分かんない、全然分かんないです、俺も。いや、でもこれすごい。なるほどな。 1.5 万回再生ですよ、これ。あ、みんな見てる。ありがとうございます。いや、ほんとですよ。いや、あ、またこれめっちゃ好きなんですよ。またプリンスっていう、もうテリー、あ、テリーが、テリーもいいっす。
本当に最高さ。画面割れるやつか。これなんだっけ。ああ、はいはい。めっちゃ好きさ。流れがいいなっていう。うん。いや、すげえ。壁コンしたかった。うん。すげえ。また。ああ、これ良かったっすわ。これあのスタッフの稲垣さんとこれマジすごいよねっつって。かっこいいですね、これ、アイテムありで。多分、デレスが実装されたその日に作ったコンボ。へぇー、そう、これ、うん、めっちゃいいんだよな。これ、上 B で落とすの、めっちゃいいんだよな。またまたプリンス。めちゃくちゃ上げてんじゃん。いや、そうなんですよ。4つぐらい一気に上げた。困っちゃって、僕らも。まあ、これは無難な。いや、すうん、はい、全部つながってるのがいいですよね、20っていう。そうちゃんと、はい、回ってるのが、うん、カウンターが。うん、いや、いい、いいな、おしゃれですよ。おしゃれですね。あ、まだ、あ、これ自分の中ではあの好きなコンボですね。あ、すごいです、これ。そうですね、これすごい。ずっと飛びで追いかける。そう。あ、なるほど。お気に入り。ライチューなんで、どうしたの？シンポンです。あー、いいね、うん、それこれ自称形式だから多い。そう、これ多いよ。あ、これさっきのやつじゃない？あ、さっきのリツイートしたのか。 あ、はいはい、違う。あ、これあ、違いますね、さっき。違うね。お、もっと、かっこいい。おしゃん、うん、え、今のはなんで戻ってきた？あれ、貼り付けてたの？どの部分ですか？あの、あ、最後。はい、最後。右からミサイル来たみたいな。あ、上から降ってきたの？そうですね、ここで斜めにやってるんで、そこで、ね、そうですね。そういうのか分かんないから。おぉ、すごい、これ。あー、なるほど。おぉ、ドンキいなかったな。ドンキはいなかった。ドンキいなかった。ちなみに僕は、ジャパコショウは決まってますよ、もう。いや、俺も、はい、実は決まってるんですよね。あ、ほんとに？はい。カメメショウ。え、かぶったらどうしようかな。そうですよね。かぶったらどうしましょう。じゃあちょっと選びます。そうです ね、 すね。ちょっと裏でちょっと一回、うん、一回選びましょう。各々選んで、ね、優秀賞、最優秀賞まで、うん、選ばせていただきたいと思います。はい、ということで、皆さんにちょっとだいぶかかっちゃいましたけれども、選んでいただきました、うん、もう一度説明します、プリンス3賞、西沢学園賞、カメメ賞、ジャパコ賞、そして、優秀賞、最優秀賞に分けさせていただいております、うん、そして、優秀賞と最優秀賞には、スマブラハウスのこう出演者の方のサイン入りのコントローラーを。おー、はい、え、いいじゃん。そうなんだ。そうなんですよ。プレゼントしたいなと思っています。いいので、まあ、皆さん、まあまあ、かなり満場一致で最優秀賞と優秀賞は決まったかなと思うんですけれども、はい、個人賞です。個人賞ね。はい、個人賞、個人賞何もないんですけど、でも名誉は与えられますから。そうね、すごい。え、ちなみに何を皆さんは基準にこう選びましたか、個人賞。プリンスさん何か決めてというか。決め手は、はい、あまり使われないものを使う。ほうほう、結構重視するんで、はいはい、そうですね、意外なものを使ってるのにしました。なるほど、はい、うん、西さんは。いや、俺もそのスマブラコンボをやるときは、はい、どうこの技でバーストさせようかが結構多かったから。バーストなんですね。バーストをどうさせるかっていうところをこう持ってけてるのを考えてるのがこれかなっていうので俺はそれにしました。なるほど、はい、カメメは、うん、僕も言っちゃうと分かると思う、分かっちゃうかもしれないですけど、はいはいはい、まあ、僕選んだのはアイクラなんですけど、アイクラって結構あったじゃないですか、はい、ただ今回自分が選んだのはその2体いるうち両方ともアイテムを持ってて他とは違うなと思って選びました。なるほど。これね、本当にあの裏でちゃんと皆さんの全部見てるので3日ね、はい、3日ねちゃんと見て考えましたから3日、はい、3日未満寝ずに先行しましたから、はい、5分前ぐらいの動画から3日経ってます。実は、ね、同じみんな服ですけども、そうそうそう、うん、ここでずっと3日間。そうそう、3日で、うん、じゃあということで、はい、早速じゃあまず私、ジャパニーズ小池賞、はい、行ってみたいと思います。こちらです。オッピさん、VIP マッチにて、はい、どうぞ。
ろん実戦もそうなんですけど、空上空上からの、この、まあ、最初見たじゃないですか。はいはいはい、はい、見ましたね。このバーストが、うん、上 B っていう、そう上 B っていうのが、しかもあの本当てじゃなくてカス当ての方じゃないですか、はいはいはい、掴んでないっていうのがやっぱおしゃれですよね、はい、これ実戦だしな。これいいっすわ、マジで。これはもうジャパコショーです。なるほど、ね、ガノンですし、うん、はい、これ難しいんですよ、普通に。ちなみに、おお、そうなんですか、ね、あの反転空母しつつ、なんならカス当てしてるんですよ、ね、うん、これってカス当てしないと結局つなが、まあ、つながってはないかもしれないですけど、その先がきついんですよね。そう、反転空母カス当てしてるんですよ、ね、あのくるって回った最後の部分に当てるんですよ、一発目の今のですね。あ、なんで次が当たりやすくなってっていう部分があるんですよね。知ってましたですよね。オッピーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、じゃあ続きまして、カメメショーいきますか。僕から、はい、はい、カメメショーいきましょう。こちらです。はい、村里さん、まあ、有名な方ですよね。まあそうですね、もうアイクラでコンボといったらこの人の、はい、もう開拓がこの人で出来上がってます。この人が全部開拓してるんです、ほぼ。すごい、ほぼほぼコンボ。ちなみに64勢なんでね、元。あ、そうなんですか。ガチ64勢。俺知ってるかな。いや、かぶってない。え、かぶってないかも、うん、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。レベル2アイテム、アイテムコンボ、アイテムコンボ、ホームランゲッバッターポポポポ、うん、さっきも言ったんですけど、両方にアイテムを持たせてるっていうのが僕的にかなりアイクラっぽくないな。確かにアイクラじゃないとできないし。そう、アイクラじゃなきゃできないっていうの、うん、お、え、めっちゃかっこいいじゃん。良くないですか。すごいね、これ。そうそう、さっきみんなで見なかったんですけど、めっちゃいいと思って。すごいすごい、これはいいね。だからこれはもう村里さんはカメメからの名誉がいただけたと。名誉、なんか普通のコンボもできるのに、うん、相手周りもこうやって考えれちゃうのがやっぱり、あ、確かにすごいですね、やっぱり。かくった、なんだろう、いいね、発想力が。筒香みたいなホームランのあれなんだよね。筒香だよな、これ。いいな、な、もう一回見せてくれ。筒香なんだよな、見ててください、インパクトの瞬間が。はい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 、この後ね、ほら、筒香だ、これ後ろの体重乗っててね。筒香わかんない、それ。カメメショーです。村里さん、カメメショーおめでとうございます。おめでとうございます、おめでとうございます。さあ、それでは西澤学園賞行ってみましょう。はい、はい、アネモネさんの、アネモネさん、はい、つかみバースト。あ、つかみバーストの方か。つかみバーストの方です。あ、そうか、言ってましたもんね、そのバーストの仕方だよっていう、うん、なるほどなるほど。でね、まあ、私個人はね、あの、はい、プリンス信者なんですけども、はいはい、ちょっとね、うん、プリンスの匂いもする、俺の中で。あ、うん、まあ、確かにね、うん、やってったらそんな感じになるかなっていう、こだわり感じる、ね、うん、こだわり感じます、これ、うん、なんでもっとコンボをやっててほし しい、ね、あと10年そうですね、10年やってもらってコンボ、うん、そうね、そうでしょ。だから64スマブラのコンボだってね、うん、もうプリンスさんでも10年以上やってるっすよ。もうやってるやってる。15年ぐらいやってるよね、多分ね。15年ぐらいやってるかもしれない、ね、そうだよね、多分ね、うんうん、だからまあ SP で10年やってもらって、新作多分そんな2つ3つ出てると思うけど、その間に出てると思うけども、はい、SP でちょっとね、10年15年やってもらって申し訳ないですけど、じゃあ姉もねさんには SP 頑張ってもらって、はいはい、そうですね、札あげるぐらいまでになってくれたらいいですよね、姉もねさんがね、うん、審査員側で、うん、いや嬉しいです、じゃあ西澤学園賞は姉もねさんです、おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、じゃあ続きまして、おプリンス賞。プリンス賞、はい、行きたいと思います。だ、いや、これかなり本当に名誉なことですよね、プリンスさんに個人的に選ばれるというのは。世界コンボを3連覇してる男が選んでるわけだから、うん、まあ、気に入りましたね、うん、はい、はこちらでございます。はい、はいはい、プリン、蜂を使いプリンですね、蜂を使ったと、有香さんですね、有香、はい、さん、これね、まず蜂使ってるコンボ多分1個もないでしょ、他に。うん、まず、うん、ないし、そうですね、このね、眠るですよ、言ってましたもんね、2回使うっていうのが、そう、2回おしゃれだと、がめっちゃ多いんで、眠るで蜂を破壊しながらの、で蜂が戻ってきて後付け減らしてからまた眠る、これはね、これはめっちゃ好きですね。基本的に後付けが多い
技を何回も使うコンボ好きで、うん、なるほど、単純難しいので、はい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 、64スマブラだったらファルコンパンチ3回使うとか、だからそれぐらいのレベルも、うん、そんぐらいあると思うんで難しいと思いますけど、なるほど、発想がいいですね。いや素晴らしい、有賀さんどうもおめでとうございます。素晴らしいです、これすごいです、うん、いいなこれ、すごいなこれ、すごいです、いいコンボです、まあ、1回っていう先入観があるから、特に俺なんかは、うん、やっぱそうですよね。さあじゃあもうここからはゲットできますよ、はい、スマブラハウスコントローラーが、いいじゃない、優秀賞を発表したいと思います。優秀賞はこちらの方です、どうぞ。はい、 VTuber のアルグさんっていうんですかね、はい、アルグ D さんですね、はい、アイテムコンボ初めて作った、消火栓を使いたいという気持ちからこうなりましたと、うん、いうことでどうぞ。数とかも関係あるんですか、もしかしたらあるかもしれないですね、飛び方が、消火栓の耐久値がちょうど4つで、これ、 これおしゃれですよね、いやおしゃれですね、めちゃくちゃ、めちゃくちゃいいですね。いいスターは多分なんですけど消火栓飛ぶやつが当たんなくなってるのかな、コンボカウンターも回ってますもんね、回ってます、回ってます、完璧に回ってる、そうですね、消火栓がすげえっす、違う、これ初めてですよ、初めて作った、あ、本当だ、アイテムそうだよね、初めてですよ、それも評価確かに高い、そうす、すごいですよね、すごいセンス、だからアルグ D さんは10年やってそうですね、この方も10年以上やってもらって、他の人が新しい新作やっててもこれをやり続けてもらって、うん、そうですね、うん、やってほしいね、いや辛いんだよな純粋にそれいやでもアルグ D さん、おめでとうございます、この後ね、スマブラハウスのこう、うん、ツイッターから、直接連絡させていただきますので、ぜひ、ご返信いただけたらなと思います。さあそして最優秀賞の来ました発表でございます。これもう本当に満場一致でしたね。満場一致、はい、これはもう間違いない。最初に個人賞にこれしたいっていうのがかぶっちゃってみんなが、で、うん、いやじゃあもうこれ最優秀賞じゃないかということで、うん、決まりました。それでは、はい、最優秀賞の発表です、どうぞ。はい、来たヨハンさん、エンテイの使い方間違ってみた、その2、うん、スクリューなかなかつながなくて苦労したと。それでは映像の方どうぞ。いやーすごい、ね、これはもうこれはこれ全部回ってますもんね、61ちゃんとすごいすごいすごい、結構詰め込んでるよね、そうだね、すごいとこ、うん、なるほどなるほど、このエンテイの炎で樽が上がるとことか、それに追いつくとことか、でポケモン乗せるとこもすごいし、これこのヨハンさんという方がもう高発想なんだよね、最後何作り作りです、スクリューでそのまま空中上が確定すると、空中上か、いやいいコンボですね、これいいですよね、これはもう本当に満場一致でした、うん、だし最初にもう最優秀賞決まっちゃったんですよね僕らそうだね、この人すごかったねって言った後に、まあ、個人賞をこうみんなで話し合いながら決めてる時に、うん、プリンスさんがいやもうヨハンさんがめちゃくちゃいいと他のコンボもそうレベルは全部高いね、すごいどれにしようか迷ったんですけど、やっぱこれすごいですね、最優秀賞で選んでしまったがために個人賞には、うん、まあそうなんですよ、残れなかったけど、まあ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 、でもすごいいいという評価で、もう絵面が面白い、うん、そうだね、もう震えながらこう上がっていくのも面白い、ぐるぐるしない見た目がね、うん、すごいですね、キラーで追いついてるよね、素晴らしい、これ素晴らしかったと思います、いやヨハンさんありがとうございます、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、それと応募してくれた皆さん本当にありがとうございます、僕もそうですしスタッフの稲垣もそうですけど全部目を通して選定もさせていただきましたので、またねこういった機会あると思いますので、ぜひその際はね
ハッシュタグつけてまた応募してくれたら嬉しいなと思っております。本日はどうもありがとうございました。はい、ということでスマハコンボコンテストの、選定が終了いたしました。最優秀賞のヨハンさん、おめでとうございます。ありがとうございました。はい、ということで今回の動画は以上となります。今後もこういった動画をどんどん上げていきますので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。そして概要欄の方にですね、プリンスさんの YouTube チャンネル、そして Twitter、西澤学園さんの、裏切りマンキーコングさんの YouTube チャンネル、はい、そうですね、ちょっと今オープンレック来てるんですけども、YouTube の方になります。申し訳ございません。紛らわしいプレイステーションもだから関係ないんですよ。裏切りマンキーコングさんの YouTube チャンネル、そして、西澤学園さんの、Twitter、 そしてカメメくんの、YouTube チャンネルと Twitter の方、概要欄の方に貼らせていただいておりますので、ぜひそちらのチェックの方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。またねー。ありがとうございます。